ハロルド・ジョーゼフ・ハリー・グリーンは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍の将校として、長年勤務し、アフガニスタン紛争の最中に、アフガニスタン治安復興支援統合部隊、副司令官に就任した。2014年、キャンプ・カルガニで、アフガニスタン国軍の兵士による襲撃を受け戦死した。最終階級は少々。グリーンの戦死は、 米軍の将官が職務中に死亡した事例としては2001年のアメリカ同時多発テロ事件にて殺害されたティモシー・モード陸軍中将以来のものであり、またアメリカ国外に限ればベトナム戦争中の1972年5月に事故死したレンブラント・ロビンソン海軍少将以来の事例となる。グリーンは、いわゆる大テロ戦争における戦死者のうち最高階級の米軍人である。 1959年、マサチューセッツ州ボストンにて、母、エヴァメイト、父ハロルド・カイ・グリーンのもとに生を受ける。ニューヨーク州スケネクタディで若年期を過ごし、1977年にギルダーランドハイスクールを卒業、1980年には、レンセラー工科大学から生産工学の学士号を得ている。両親は、 ニューヨーク州ギルダーランドに暮らしており、母は2013年2月に死去していたが、父はグリーンの戦死が報じられた時点でも存命だった。グリーンはルパイで生産工学の修士号を得たほか、南カリフォルニア大学から材料工学の修士号、機械工学の修士号、1992年には物質科学の博士号を得ている。軍人としては、 公平商工の初等及び高等課程を修了した他陸軍式爆僚大学を卒業している。防衛調達大学の防衛システム管理、大学上級プログラム管理課程を修了し、アメリカ陸軍大学校から戦略研究修士の学位を得ている。レンセラー工科大学で講演するグリーン少将への昇進式典輸送機から降ろされるグリーンの遺体グリーンは、 レンセラー工科大学在学中に予備役将工訓練課程に参加し、1980年の卒業とともに陸軍の公平将工となった。陸軍入隊後、グリーンはまず、ホートポークにて、小隊長、中隊副官、大隊幕僚などを務めた。その後、在アテネの駐在技術員在イスタンブールのプロジェクト技術員 在日ドイツ第5軍団にて両団付技術員を呼び、中隊長、航空ミサイル軍付爆料を呼び、材料技師、ホートモンマスにて、ACS の生産責任者、ホート、レオナードウッドにて、陸軍演習支援センター戦闘開発総局の局長法を歴任した。2001年9月11日の同時多発テロの際にもホート、レオナードウッドに勤務していた。2009年末、 グリーンは順序に昇進し、アバディーン性能試験上の研究開発設計コマンド副司令官に就任する。その後、ネーティック、兵員研究開発設計センター司令官に就任。ナティック勤務の折、グリーンは軍事訓練へのスマートフォン、ビデオゲーム、バーチャルリアリティといった技術の導入を推進した。その後、購買、閉館、技術担当陸軍長官補佐事務局にて、 情報、電子戦、探知担当の計画執行者の職に就く。2012年、少々に昇進し、同事務局内の購買及びシステム、管理担当補佐官に就任。2014年1月、アフガニスタンにおける普及の自由作戦において、アフガニスタン治安復興支援統合部隊の副司令官に指名された。2014年8月5日、グリーンは、 カーブルのキャンプカルガ内に設置されていたファヒーム減水記念国防大学を視察中、アフガニスタン兵から M16 小銃で後頭部を銃撃され戦死した。当時、グリーンは日常的な業務として訓練施設の視察を行っている最中であった。この攻撃により、グリーン以外にもナトを呼び、アフガニスタンの軍人14名が負傷した。その内訳は、 ミヒャエル・バルトシェイア独陸軍巡将、アフガニスタン航空軍の将官2名及び、将校1名、アメリカ軍人8名、イギリス軍人2名である。2014年8月7日朝、デラウェア州ドーバー空軍基地に、グリーンの遺体が到着する。8月14日、遺体は、アーリントン国立墓地に埋葬された。妻のスマイヤーズは、医師の資格を持つ陸軍の退役大佐で、 陸軍大学校に教授として勤務していた。グリーンの戦士時、彼女はバージニア州、フォールズチャーチに暮らしていた。グリーンには子供が二人あった。娘アメリアと息子マシューである。マシューは陸軍に将校として勤務している。ありがとうございます。